これにつながってて、はい、ちょっとこれ見えにくくなってるんですけど、多分 67% なのかな、ね、で今 35W で充電してて、で晴れてたら 35W ぐらいで、はい、で曇ったり日が陰るとだいたい 8W ぐらいだったんですよ、うん、ただまあ35から40ぐらいは安定して出るんで、これがだからインプットでこのソーラーパネルから充電させて、そうですね、今25、うん、35と。でこっちが今、あ、冷蔵庫のですね、1W の消費少ないですね。これ少ないんですよ、少ないですよ、意外とでもちゃんと冷えてはいるんですけどね。これはまあ使いやすいは使いやすいですけどね、こういうタイプは、うん、1個ね欲しいと思ってるんですよ、なかなか。もう一個あって、こっちのタイプ、このタイプも悪くはないんですけど、こっちだったら全部それぞれあるんで、今これは 12W でランプがついてるんですけど、これをあスイッチ、はい、オンオフでいけるんで、多分つなぎっぱでも大丈夫っていうやつですね。そういう違いが上がるんですね。はい、これをそうですね、逆にするじゃないですか、はい、太陽とは逆の方向にすると多分ワット数が一気に下がるんですよ、ね、一気に下がりましたね。なんで、ちゃんと発電はされてるってことですね、はい、これが太陽の位置で自動追尾してくれたらもっと楽なんですけどそうですただこのね、この1万8000円ぐらいなんで、それに、その機能を求めるのもここかなとあ、すみません、ありがとうございます。わ、すげえ。こんな感じで。もう5人用のテントがあって、それで2人と3人で寝てる感じですね。なんか下に、はい、なんて言いますか、コットじゃないですか。ああ、なんか少し、うちはその辺アナログなんで、布団です。あ、そうですか。敷布団。あで、敷布団と掛け布団が多分一番寝やすいです、ね、寝やすいし、冬も結局それが一番あったかい気がするんですよ、はい、うん、まあ考えてみると例えば江戸時代とか明治時代とか、うん、暖房がなかった時ってみんな寒い中でそれで寝てるわけだから、そうですね、それで大丈夫なんだから、まあその何万とかするダウンの寝袋買ってとかっていうのはいらないかなと思ってますよ。YouTube 的にはやっぱり寝袋とかコットとか使った方がいいんでしょうけどね。そうですね。でもまあそれでできるしなっていう。年越しの時とかにも、はいはい、結構キャンプされてたじゃないですか、はいはいはい、笠戸島とか。笠戸島、はい、あれも普通に布団とかは暖房はできない、なかなかできないと思うんですけど、はいはいはい、もう布団だけで。布団だけっすね、うん、もうほんまそれだけっすね、うん、あとはシングルバーナーに火をつけて、うん、こうやってやって冬キャンプ行くとなんかみんなストーブとか持ってったりするじゃないですか、あれは別に自分的には必要ないんですよね。例えば東北の方とか外が雪一面になるとかだったらしょうがないなと思いますよね、あったかそうですよねじゃなく大体外で焚き火してそれで温まって、うん、じゃあ寝ようかって言って布団で寝るっていう。車はこれとはまた別の車で行くんですか？あ、ボクシーで行きますね、うん、ボクシー行くんですけど、これでも全然最近ルーフボックスっていうのをレビューでやったんで、はい、例えばその中で布団入れとけば一番かさばるものはその中に入れられるし、はい、まあそうですね、布団入れるのには。そうなんですよ、布団がかさばるんで。ちょうどですね、そのレビューの動画をされた直後ぐらいに大竹市内で見かけしましたんで、はいはい、あ、マジですか？ルーフが乗っかってる時だったんですけど。あ、ほんますか？実はその翌週にも岩国市内でお会いしました。マジですか？あれはね、マクドナルドのから帰ってるところで、ハッピーセットでおまけのシールがもらえる日だったんですよ。あ、そうですか。だから多分これはちなみに中に何が入ってるんですか？中は、何入れてるかな、今はあんまり入ってないんですけど、はい、例えばUSB の換気扇とか入れてる。あー、なるほど。カーテンもマグネットとアルミの棒かなんかってことですか？そうですね、アルミの棒。パイプになるんですかね、これ。なんか全ネジって言って1メーターぐらい全部ネジが切ってあるようなやつが。はい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 。あれを中に入れて、なるほど、アルミパイプの中に通して、ははは。
まあ、ここがまあスペース、トランクスペースになってて、はいはい、こういった目隠しとか入れてたりするの。なるほど。こうなんかテコの原理で動かないようになってるってことですよね。そうですね。あ、これいいですね。念のためにこう100均のつっかえ棒をやってますけどね。あ、でもこれはお手軽だしいいですね。そうですね。これでアウトドア程度ということですかね。なるほど。これがその本当にリアの、はい、あそこに刺さってるってことか。そうですね。ははははやったらこうソファーを前に出して、はい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 、起こして、まあ、穴がありますんで横にですね。横にで こっちの穴も起こして向こうの穴に行けてやればテーブルになると。これもあ伸びるってことですよね。そうです、伸びるからつっかえ棒なので。これがつっかえ棒じゃない、なんて言うんでしたっけこれ。つっぱり棒かどっちかの名前で。で刺さってると。そうですね。だからこれあれですね、もうちょっとこの木を長くしようと思えば長くもできるってことですね、この幅を。そうですね。穴も開いてるし、はい、はあ、ただ折りたたんだ時にそこと干渉するので。あ、そっかそっか、それでちょうどいい長さ、ネックになってくる。一応棒自体が15キロぐらい耐荷重があるみたいなんで。なるほど。2本で30キロぐらいまではいけるってことですかね。単純計算でいくとそんな感じ。 なるほど。強度的には結構物を置けるように、うん、これも十分なスペースですよね。そうですね。寝るときにもこうやって上げて、はい、上に荷物をもう乗せてしまおうというコンセプトなんですよ。今が25か23、22、21、23、24と変わりながら充電をしてくれてます。今がだいたい2時ぐらいですかね、昼の。はい、87% かなの 19W、出力が 2W、3W、まあ、10月でこれなんで多分、冬になってくるとどうしても下がってくるじゃないですか。そうですね。だからまあ平均で冬だったら多分20ぐらいなんかなと思ってはいるんですけどね。最大で60なんだろうから、これだけあれば 0% から充電するってことは多分ないですしね、これ。そうですね。うん、やっぱり災害の時に心強いですよね。そうですね。ポータブルバッテリーはあるけど電源が充電できないとかってなるとまた困りますもんね。最低限スマホの充電だけはできますよね。そうですね、それぐらいは。また一応こんな感じでキックスタンドもついているので、角度をある程度作ることはできるという感じですね。うちはもう全部モバイルバッテリーだけなので、はいはいはい、モバイルバッテリーの安いやつが3つぐらい転がってるんですけど充電が大変で3つもあるとそれを充電して出かけるって感じですよね。そうなんですよ、毎回充電して。やっぱりバッテリー欲しいよなとか思ってるんですね。あ、